はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけれども、占有者による費用償還請求権、民法196条について解説させていただきます。1項と2項あるんですけども、ちょっと分けてですね、解説していこうと思います。で、まず1項の本文の条文の内容を読ませていただきます。占有者が占有物を返還する場合には、そのものの保存のために支出した金額、その他の必要費を回復者から償還させることができる。このように規定しているんですね。で、まずちょっとこちら具体で見ていただきたいんですが、 A さんが建物を所有していて、 B さんにこの建物ちょっと管理しといてということで、 B さんがこの建物を占有していましたと。で、まあ、管理して占有している間に台風が来てしまって、建物の屋根が飛ばされてしまった。そのことによって B さんがこの建物の修理費用を負担をしましたと。 B さんが業者に頼んで屋根を修理してもらって、その費用を B さんが支出したっていう状況ですね。この場合、この屋根の修理費用というものは必要費にあたります。必要費っていうのは現在の価値を維持するための費用って考えてください。建物が屋根飛ばされてしまったら、その分価値下がりますよね。その下がった分を元に戻すための費用、まあ、屋根の修理費用ですね。これが必要費です。で、必要費をこの占有者が支払った場合、最終的にはこの建物を B さんは A さんに返還しますよね。その返還をする場合に、 B さんはこの A さんからこの必要費を償還をさせることができると。つまり必要費を返してもらうことができるという内容なんですね。返還をするときに必要費返してくださいと、屋根の修理費用を返してくださいと請求することができると、まあ、いった内容です。で、今回回復者っていうのはこの A さん、建物の所有者になります。で、償還っていうのは、まあ、返還って言い換えていただくと分かりやすいと思います。まあ、これが本文、1項の本文の内容になります。正し書きがあるんですね。例外があります。例外の条文を読ませていただきます。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は占有者の負担に帰する。まあ、このように規定されているんですね。これ例えばなんですけども、 B さん管理任されていて、 B さんが C さんに貸していて、そこから賃料をもらっていたといった場合、この賃料っていうのは果実に当たるんですね。つまり占有者 B が果実を取得してますよね。こういった場合、必要費は占有者 B さんが負担をしますよ。つまり A さんに対して返還請求、まあ、償還請求することできませんよ、必要費返してくださいというふうに請求することはできませんよっていうのが例外、正し書きの内容になります。まあ、これちょっと考えていただいたら当然かなっていう感じなんですけども、 B さんっていうのは賃料をもらっているわけですよ。いわゆる儲けているわけですよね。建物を貸すことによって儲けているわけだから、必要費を支出したのであれば、そこは自分自身で払いなさいよと、負担しなさいよっていう話です。建物を使って賃料、つまり果実をもらっているのであれば、その分負担は必要でしょと、必要費ぐらいは負担しなさいよと、まあ、言った内容です。で、続いて2項ですね。2項については、必要費ではなくて有益費を支出した場合の内容です。有益費っていうのは価値を上げるための費用なんですね。こっちの必要費っていうのは価値が下がったからそれを元に戻すための費用。一方で有益費っていうのは元々の価値があって、それにプラスアルファ価値を上げるために使った費用、これが有益費になります。例えば今回の内容で言うと、お風呂を設置しましたと、元々建物にお風呂がなくてお風呂を設置した場合の話と考えていただければと思います。一応2項の内容についても条文読ませていただきます。占有者が占有の改良のために支出した金額、その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額または増加額を償還させることができる。これが2項の本文の内容なんですね。で、基本的な内容としては1項と同じです。 A さんが建物を所有していて、これを B さんに管理任せて、 B さんが占有していますよ。
で、そして B さんがお風呂の設置をしました。その費用を B さん負担しています。これっていうのは先ほども言った通り有益費ですよね。つまり B さんが有益費を支払ったと、まあ、いった状況です。この場合、回復者から召喚をしてもらうことができる。この有益費について召喚をしてもらうことができるんだけども、その金額っていくらなのかというと、これは、手術した金額、または増加額。まあ、実際に価値が増加している、価格が増加して現存している部分ですね。これどちらか一方、これを回復者が選択して、それを返還すればいいですよ。召喚すればいいですよ。っていう内容です。ちょっと分かりづらいので具体例を出します。B さんがこのお風呂の設置費用、20万円を払ったと考えます。20万円。で、その後、まあ、B さんがそのお風呂っていうものを使っていた。で、これ使うことによって、やはり価格って下がってきますよね。価値が下がってきます。で、これどれぐらい下がったかっていうのはなかなか判断しづらいけれども、例えば、3万円分ぐらい使って、今現状の価格は17万円だったと仮定しましょう。その場合っていうのは、この回復者っていうものが20万円と17万円。まあ、どっちを選択するかは、この回復者 A さんが選択していいですよ。まあ、通常であれば、その増加額分ですよね。まあ、17万円を B さんに対して召喚をすればいいですよと。まあ、いった内容です。まあ、具体的にこの増加額ってどう計算するかまでは全然考えなくてもいいです。重要な部分で言うと、この支出した金額と増加額、これを回復者が選択できるんだっていうことです。召喚をする金額、A さんが B さんに、まあ、返すお金っていうものは、B さんが実際に払った金額、または増加額、どちらか一方を A さん、回復者が選択できるんだっていうところを頭に入れておいてください。で、この2項にも正し書きがあります。悪意の占有者に対しては、裁判所は回復者の請求により、その召喚について、相当の期限を許容することができる。このように規定しているんですね。この悪意の占有者ってどんな人かっていうと、自分自身所有権がないってことを知っている人です。逆に善意の占有者っていうのは自分自身に所有権がないということを知らない人です。で、今回は悪意の占有者。まあ、今の事例で言うと管理任されているってことなので、これは悪意の占有者に当たりますよね。で、この場合っていうのは、回復者が裁判所に対して、ちょっとすぐ払えないから、支払い期限、ちょっと儲けてくれませんかって請求することができるんですね。で、その請求に対して裁判所は、例えば1ヶ月ぐらい、じゃあ召喚期限与えましょう。というふうに、この召喚期限、まあ、相当な期間ですね。召喚するために必要な期間というものをつけることができますよ。っていう話です。これっていうのはいきなり高額請求されてすぐに払えるかって言ったらやっぱ払えない場合もあるわけですよね。なので有益費について悪意の占有者が支出したという場合には裁判所は相当の期限をつけることができますよっていう話です。で、このルールは有益費に関する内容であって必要費については返還されたらすぐに返さないといけませんのでその点はちょっと注意をして対比して頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。